はい、毎度どうもこんにちは、樋口丸でございます。今回はクリグ6、いやーこの銃新しい銃なんですけども、それの何も足さない何も引かないシリーズでやっていこうと思います。いやこの銃ね、もうレベルの最大が61なんで、いろんなアタッチメントが付けれるんでね、まだねどれがどうっていうのはね、よく付け替えてみてやってないんで、まあ今回はとりあえず何も付けないでやってみようと思います。ではでは行ってみましょう。レッツラゴーと。はい、場所はクロスファイヤーですね。まあ何もつけないで使う銃なんですけど、初めて使う銃なんで、とりあえずスコアストリークを早く貯めれるような銃であれば、まあまあなんとかいけると思うんでね、頑張ってみたいと思います。ではレッツゴー。もう今回はちょっと右の方から、あの右の通路というか、あのはしごを登った2階のところまでちょっと行ってみましょうか。まだどんな銃か性能もよく分かってないんで、分かるのはあの反動とダメージがそのくらいかっていうぐらいしか分かんないんで、距離的なダメージはね見たけど、まあまああると思うんですよ。反動はあの軽くこう右の方に寄りながら、すごく上の方にザーッと上がっていく感じなんで、抑えるのは楽だと思います。ね、あの距離でもまあ当たることは当たるっていう感じでね、あの逃したのは自分のエイムの下手くそさなだけなんで気にしないでください。ああいう風にね、あんまり狙えないとこ狙うからいつも無駄弾を打ったんですけどね。まああんな感じでね、結構なダメージを与えてると思うんですよ。今のも3発か4発キルじゃないかな。いや結構足音はしてるんですけどね、パッと出た時にね真正面だとすぐ撃たれちゃうんでね、気をつけないといけないね。スナイパーとかだとなおさらちょっと怖いんで、この辺でちょっと待ち伏せましょうか。あの辺で24とかが出てますね。お腹で24だ、胸で28かな、25かな、26。ちょっと数字がね小さくてね見えないんですけど、あーヘッドショットで壁抜いて10いくつなのかな、すごいな。はい、これで下のやつ、おっと弾切れですね。これは仕方ないんで、ちょっとナイフで倒して弾を確保しに行きます。おっと先に倒されちゃった。あー誰かサーマイト弾使ってるのか、向こうからスナイパーでサーマイト撃ってるな、違うのかな。イテックかキロボルトアクションか、一体何を使ってるのやら。まあまあ自分はねクリグ6を使ってね、どの辺までできるかですけども、あ結構この辺だったらね、まあまあそれはもう4発キルですよね。あとこれはちょっと近すぎましたね、ダメージ自分にも当たっちゃいました。スコアストリークの使い方に気をつけましょうっていうね、いい例です。あー結構なダメージ出てますね。いや強いんじゃないかな、何もつけてない状態ですからね。まあ30発しかないっていうのはね、これはもうアタッチメントをつければね全然カバーできるし、まあヘリをちょっと出して、ユチさんをちょっと呼び出して、まあこれであの距離はどうかな。あセントリーガンが先やっつけちゃってるな。セントリーガンと協力して倒してるみたいな感じですね。あ、誰だ誰だゴリアート出したの。はい、こんな感じでね、車をこう縦に、おっと、はい、勝利50対12。いやー、はい、 MVP いただきました、ありがとうございます。いやーどうだろう、今回はちょっと銃の紹介っていうよりも、もうセントリーガンが頑張りすぎちゃったかな、あとハイブとね。でもまあこれを出すためにもね、スコア貯めないといけないんでね。はい、レーティングは84。まあ何もつけないで使って、初めて使ったんだから、まあいい方じゃないですかね、80超えたらね。まあまあよしとしましょう。はい、でもねクリグロックまだ
ちょっとレベル上げてます。迷彩もまだ開いてません。ね、頑張って全部開きたいと思います。はい。ギアの方も22になって、はい、戦績の方を見ていきましょう。19キル、0です、4アシストですね。あ、2位の方も3位の方も2桁台だったんでね。結構みんな倒してたみたいですね。よかったよかった。はい。クリグ6、どうだったでしょうか。クリグ6でいいのかな。どうだったでしょうか。何も足さない、何も引かないシリーズでやってみたんですけども、かなり性能いいんじゃないですか、これ。いや、前もその、なんだろう、アタッチメントをつけて、トレーニングモードでやった動画を上げましたけども、いや、もうアタッチメントいろいろ変えたらとんでもない順に変わるんじゃないかな。結構強いと思うんですけどね。まあ人にもよるんだと思いますけどね。その ICR-1 とかと同じような扱いで結構倒せると思うんですけどね。まあ今回のね、状態ももらった最初の状態で何もつけてない状態のね、ものでこうやってみましたけども、これだけ基本性能が高ければね、もうアタッチメントが1つ2つ増えるだけでもかなり強いと思うんでね、皆さんも頑張ってクリグ6使っていってレベルを上げてみてください。ではまた次回を待て。